こんにちは、比較ゲームズです。今日もですね、ウィニングレバーアプリ2020最新情報やっていきたいなと思います。今回はですね、3月5日からやってきたチャンピオンズリーグベスト16週間 FP レベル比較やっていきたいなと思っております。いや、これ週間 FP って言っていいのかな、わかんないけど、一応 POTW なので、まあセーフなんじゃないかなと思っております。で、今回このガチャなんですけど、やっぱりムバッペのですね、インパクトがでかすぎるんですけど、そこに隠れてですね、かなりの神ガチャではあるので、ぜひですね、この動画も見て引くかどうか判断していただきたいなと思っております。ただし、昨日のガチャ動画でも言ったんですけど、11名中ですね、8名がすでに登場済みということで、かなりですね、新規率が低いガチャにはなってますので、はい、ここは注意していただきたいなと思っております。で、今回も5段階評価ですね、あくまで僕の独断と偏見になるんですけど、 S から C までの評価でやっていきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、いきましょう、レッツゴー。まずはですね、 B 評価、基本的には使わないが希少性は他にない特徴を持っている選手ということで、一発目ハテブル選手ですね。ハテブルって名前すごい響きがいいですよね。で、この選手はですね、まず見て能力とか適性、プレイスタイルを見て思ったのは、ウイレだとちょっと癖が強いなっていう風には思いましたね。はい、ボックスでボックスなんですけど、右サイドハーフと右サイドバックしか持って規制がないということで、ここだけ見てもですね、かなり起用の選択肢が狭いっていうのは見てわかりますよね。で、能力のところで言うと、スピードが非常に高くてですね、攻撃的な数値っていうのは安定感あるんですけど、今晩4適性スキル諸々考えるとですね、ちょっと厳しいのかなっていう印象ですね。はい、ということで次いきましょう。はい、次はですね、 B 評価、ロリス選手ですね。この選手2月に週間 FP で1回登場して、2回目の FP 選出ということで、はい、能力はですね、まあ悪くないんですよね。ゴールキーパー系はね、結構極端で、5つ中4つが完走してるんですけど、唯一完走してないクリアリングがまさかの87ということで、90届いてないっていうのは黒ゴールキーパーだとだいぶ厳しいですよね。はい、低弾道も持ってますし、後半6なんですけど、やっぱりですね、身長もそこまで高いわけではないので、黒ゴールキーパーの中だとちょい優先度は落ちてしまうのかなっていうところですね。はい、で、以前のですね、ロリスと比較すると、はい、全く変わっておりませんので、まあでも背景かっこいいんで、背景アドで乗り換えするっていうのも、まあ、ありっちゃありですけど、はい、基本的には乗り換えなしでいいんじゃないかなと思います。ということで次いきましょう。はい、次はですね、同じく B 評価、ヘナン・ロディ選手ですね。この選手はですね、サウルと2人でアトレティコから選出ということで、はい、もともと銀の21歳ということもあって、強化度としては抜群ですよね。で、能力でいうとスペシャルあってですね、ドリブル91っていうのはかなり魅力的ですよね。はい、ここがすごく高いのと、パスとかディフェンス面もですね、80台はあるので、はい、悪くはないんじゃないかなと思っております。で、ノルドのところはまあまあまあって感じなんですが、後半4なのが明確な欠点で、ここを補うのであればもうちょっと能力が欲しかったかなっていうところではあるので、まあ今回スキルマンマーク追加とかも嬉しいんですけど、育成なども考えて今回は B 評価が妥当なのかなと思いましたね。はい、ということで次いきましょう。はい、ここからはですね、 A 評価、能力がそこそこ高い選手、ライブアップデート B 上であれば使いたい選手ということで、一発目イリチッチ選手ですね。もうめっちゃ来てる、イリチッチはめちゃめちゃ来ていて、まあアタランタで大爆発してるので、選手としてはめちゃくちゃ素晴らしいことなんですけど、すでに4回目の登場ですね。で、毎回言うんですけど、かなり珍しいタイプのチャンスメーカーで、フィジカルがあって上背がここまであるのは本当にチャンスメーカー唯一無二なんですよね。で、それでいてドリブル、パス、決定力周りも正直全然悪くないので、はい、 A 評価は妥当なのかなと思っております。まあやっぱりね、後半4っていうのがあるので、ライブアップデートに結構左右される形ではあるんですけど、スキルも能力もですね、普通に高いので、はい、今回はこの評価にさせていただきました。で、以前のですね、イリチッチと比較していくと、はい、4回目のイリチッチなんですけど、3回目のですね、CS 版だったら乗り換えてもいいと思うんですけど、1回目と2回目がですね、週刊 FP ということで、いや、ぶっちゃけこれ迷うけど、そのままでいいかなって感じ、本当にですね、好み次第って感じですね。はい、好み次第じゃなくて、好み次第ですね。はい、ということで次いきましょう。はい、次はですね、A 評価、フェルナンド・マルサウ選手ですね。この選手、前回登場した時は僕 B 評価にしたんですけど、いろいろと考えた末に今回は一つ評価上げてみました。で、まずはですね、珍しい守備的スタイルバックということで、ここの評価次第ではあるんですけど、なんかツイッターとか見てると割とですね、評判はいいんじゃないかなって僕の中では思ってます。あんまり上がりすぎないというか、はい、しっかり守ってくれるイメージはあるのかなと思います。で、能力で言うとフィジカル含めてですね、かなりバランスがいいんですよね。はい、守備的スタイルバックだからといってめっちゃ守備に偏ってるわけでもなくて、全体的に85前後に収まっているということで、ってなるとですね、やっぱりライブアップデート良くなると全体がぐっと底上げされるので、全然可能性あるんじゃないかなって思ったんですよね。で、育成もですね、めっちゃ大変ってわけでもないので、中くらいの優先度でツアーのトレーナー余ってれば全然育成する価値はあるんじゃないかなと思ったので、はい、今回は A 評価させていただきました。ということで次いきましょう。はい、次はですね、 A プラ評価、能力が非常に高くガチスカ級選手、ライブアップデート C でも使いたい選手ということで、一発目アウアル選手ですね。いや、この選手ね、今週の隠れ大当たり枠だと思っていて、
前作の時にですね、僕銀で出てきた時にアウアルめっちゃ強いですよって言われて、はい、その時覚えてたんですけど、あるよあるよという間にね FP で黒玉まで来て、この強さですよ、素晴らしいのかなと思っております。まず注目はですね、やっぱり足元の技術と、そしてグランダパスですよね。はい、ここに関しては非常に高くて、さらにですねオフェンスセンスが96と非常に高いのと、スピード瞬発がですねここまで高いプレーメーカーって本当になかなかいないので、はい、ここに関しても大きな特徴と言えるんじゃないかなと思っております。このオフェンスセンスの高さだと思うんですけど、昨日ですね大会でアウアル使ってる方と会ったんですけど、ね、マジで攻撃参加してくる。プレーメーカーってプレースタイル的にはですねそんなに動かないプレースタイルなんですけど、多分オフェンスセンスが高いからだと思うんですけど、めっちゃ攻撃参加してきてすごい使いやすそうでしたね。はい、スキルも優秀なので、はい、今後は5なんですけど、これは A プラでいいんじゃないかなと思いまして、一応ですねプレーメーカーで比較していくと、いや全然戦えるんですよね。まあオフェンスセンスからですねグランダーパスまでは、まあ神々の争いなんですけど十分やり合えてますし、まあプレーパスがちょっと低いぐらいかな。でスペシュはですね非常に高くて、デヨングよりも総合的には速い気がしてるので、はい、ここはやっぱり大きな魅力なのかなと思ってますので、アウアルは僕は A プラでいいんじゃないかなと思いました。ということで次行きましょう。はい、次はですね A プラ評価メルテス選手ですね。まあ常連な感じですよね。もう地元のお店だったら、おメルテスまた来たねって感じで FP 出てきましたけど、はい、今回アイコンがキュートすぎるんだよな。もうこのアイコンだけでもいいから僕欲しかったなと思うんですけど、まあいつも通りしっかり強化されていて、はい、これでスパサム落ちって考えたら、ウィングストライカーのスパサム枠としては、はい、最高峰でいいんじゃないかなと思っております。まあ似たようなタイプでインシーネ選手なんかもいますけど、インシーネでいうとスキルで差別化っていうのはあるので、はい、このあたりやっぱりメルテス強いなっていうのは思いましたね。懸念点はですね、まあフィジカルぐらいですかね。はい、ここはかなり低いので、まあ一旦試していただいて、ここがどれぐらい気になるかっていうのはぜひ一回試していただきたいですね。で以前のですねメルテンスと比較すると、いや来ましたね、今回最強メルテンス爆弾で OK なんじゃないかなと思っております。もうアイコンもキュートで能力も最強、もう言うことありません。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね A プラ評価にゃぶり選手ですね。ついこの前出てきたので、はい、一言とかもめちゃめちゃ何書くか迷ったんですけど、まあ相変わらずの強さなのかなと思っております。まあ前回月曜日説明した通り、スペシャルが非常に高くて、その他もバランスいいということで、はい、こういうタイプのバランス良くて、そしてワンタッチパス持ちのウィングストライカーって考えると本当に貴重なので、しかもですね今回ワンシュー追加されてるんですよね。いやワンシューはね今作かなり強化されてるスキルの一つなので、はい、この強化っていうのはめっちゃでかいので、文句なしの A プラでいいんじゃないかなと思っております。まあただこのタイプはですねポジション的には選択肢が非常に豊富なポジションではあると思いますので、はい、そこはですねぜひ手持ちの他のウィングストライカーと比較していただいて、まあライブアップデート次第っていうのもあると思うんですけど、はい、誰使うかっていうのは考えていただくといいのかなと思います。で以前のですねニャブリと比較すると、今回ですねスキルワンタッチシュート追加もあるので、丸1と丸3の CS よりは間違いなく強いのかなと思っております。で問題はですね丸2の強化度で、これ前も言ったんですけど、この丸2ね週間 FP と同じぐらい強化されてるんですよね。いやなので正直丸2持ってたら乗り換えしなくてもいいかなって感じですね。まあただここのスキル追加はあるので、スキルを重視するか能力を重視するかで若干変わってくるかなっていう印象はありますね。はい、ということで次行きましょう。はい、次もですね同じく A プラ評価デブライネ選手ですね。なんかすっごい久しぶりに感じるんですけど、なんだかんだ6回目なんですよね。いやーまあプレミア活躍してる選手もいるので、まあちょっと出づらいねって感じなのかもしれないですね。でデブライネに関しては相変わらず超優秀ですよね。結局ですねこのレベルの選手って通常で元から強いんで、強化度ってそこまで高くならないんですよね。なので何が大事かっていうと、スキルで何が追加されるかっていうのと、トップ強化が何かって話で、今回で言うとですね久々にフラビパスカンストしてますし、オフェンスセンスボルコンがトップ強化ということで、ここはすごくいいんじゃないかなと思っております。割とね理想的なトップ強化なのかなと思ってますし、スキル追加もですねまあそんなに有用なスキルではないですけど、スキル追加枠余らせつつスキル追加されてるので、はい、ここに関してはいいのかなと思っております。で以前のですねデブライネと比較していくと、もう6難なんですけど、いやちょっと見にくいよね、ごめんね、見にくいかもしれないんですけど、基本的にはですね丸1丸4丸5の CS とファンズチョイスよりは強い形で、あとですね丸2と丸3と比較すると、まあフラパ&ボルコンは勝ってるんですけど、言うてもそれ以外で下がってる数値が結構あるので、丸2丸3つまり週間 FP のデブライネ持ってる方に関しては乗り換えなしでいいんじゃないかなと思っております。ということで次行きましょう。はい、次はですねレバンドフスキ選手ですね。もうこれも6回目なので、やっぱりここがすごいこのガチャネックかなと思ってて、多分ねすでに持ってる選手っていうのがめっちゃいるんですよね。はい、でレバンドフスキに関してはもう説明はいらないかなと思っていて、まあ特にこの選手に関しては中型アップデートで強化されてるので、はい、そういった意味ではまあ被っても OK な選手ではあるかなと思います。
ますね。はい、月曜日にも出てきた大型のラインブレーカーということで、若干の重たさはあるかもしれないんですけど、基本的なスペックっていうのは非常に高いですし、何よりですねセンターフォードで今後8っていうのが希少すぎるので、はい、もう間違いない大当たりでいいんじゃないかなと思っております。でこちらもですねめっちゃ小さくて申し訳ないんですけど、初期コストとしては最強ですし、正直今回が一番強いでいいんじゃないかな。ちょうど月曜日にさ、今回のレビーが一番強いって言ったばかりな気がするんですけど、まあボリコン瞬発ボールキーパーなどを強化して、今回最強でいいんじゃないかなと思っております。ということで次行きましょう。はい、今回の動画最後はですね A プラ評価サウル選手ですね。まあ正直言って S に近い A プラかなと思っております。で複数登場はしているんですけど、登場回数も2回目なので、結構な人がですね、まあ被りもないってこと考えるとトップレアと考えている方も多いんじゃないかなと思っております。で今回レベマス総合値も96まで上がってきて、まあ見たらわかると思うんですけど、フリーキック以外80未満の数値ないですし、非常にバランスがいいですよね。でスキルもですね、まあスキル追加枠残しつつ、ダブルタッチ、ドロップシュート、ワンパ、スルーパス、インターセプト、いやめっちゃ優秀。僕も使ってるんですけど、マジでガチスカでも全然やり合える選手ですね。長所も素晴らしくて、根幹も7、そして適性も広いということで、はい、強い言うことありません。そんな感じなのかなと思っております。でプレイスタイルで比較すると、やっぱりですねこう見ても攻撃的な数値っていうのはものすごいですよね。はい、攻撃においてはパスも決定力もまあオフェンスセンスもこの辺りもすごくいいですし、ディフェンス系はですねまあ4位5位多いんですけど、ぶっちゃけですね全然欠点ってほどではないので、はい、やっぱりバランス型として最高峰の選手なのかなと思っております。で以前のサウルと比較していくと、スタミナが下がって他数値が3つプラス3されてる形なので、はい、これは今回が最強でいいんじゃないかなと思っております。僕今回当てられなかったからさ、こういうの見るとさ、うわちょっと悲しいって感じになるんですよね。はい、ということで今回ですね動画以上で終了していきたいなと思います。まあ CL ガチャこっち引いてる方意外と少ないかもしれないですけど、このレベマ比較見たら割と引きたい方多くなるんじゃないかなと思ってますので、そんなところも妄想しながら楽しく動画作らせていただきました。いいと思ったら高評価チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。